皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、進むホニャララ離れ、右肩下がりの経済が加速というテーマでお届けいたします。ここ数ヶ月、時代の変化を目の当たりにしています。例えば、昨年12月にアマゾンと葬儀関連会社、ミンレビが開始したですね、お坊さんの派遣サービス、お坊さん便。これにはですね、大変驚きましたが、お布施は定価があるわけではなく、金額が不明瞭という不満があったことは事実です。また、高額のお布施を要求されたというケースもあるようです。そこに目をつけたのが Amazon です。業界関係者では絶対に考えつかないシステムです。この他にも C2C 市場もどんどん活性化しているようです。C2C とは一般消費者と一般消費者間の取引のことを言います。一番わかりやすいのがフリーマーケット。今ではネット上でもフリーマーケットはありますし、ネットオークションなども C2C の代表的な形態です。また C2C の地下経済として学生服を譲り受けることが多くなってきたそうです。要はお下がりということです。中学や高校を卒業する先輩から学生服を譲り受けたり、兄弟姉妹から譲り受けたりと、右肩下がりの経済下では、地下経済がですね、ますます活性化しそうな気配です。自動車業界も激変しています。日本自動車工業会が全国の運転免許保有者らを対象に、訪問面接とかウェブサイトなどで実施した2015年度の乗用車市場動向調査によれば、若者の車離れがますます顕著になってきたということです。今日の本物の商売を目指すポイントです。車を保有してない10代から20代の社会人のうち、購入の意向がない層が 59% に上ったと。理由は買わなくても生活できる。駐車場代などにお金がかかる。お金は車以外に使いたいなど経済的な理由です。さらに車を保有してない10代から20代のうち、車に関心がないという人は 69%。そしてこれから増やしていきたいものとしては、貯蓄が 50% を占めて最多となったということです。改めて若年層の堅実志向が浮き彫りになりました。これも右肩下がりの経済下での減少です。この他にも音楽業界にも衝撃的なデータが発表されました。日本レコード協会が発表した音楽メディアユーザー実態調査の2015年度版です。この調査は12歳から69歳の男女に対してインターネットで実施されました。詳しいデータを紹介するとですね、2013年度と2015年度、わずか2年のですね、この調査結果をちょっと見てみましょう。2013年度の有料聴取というのがありますね。要は、曲を購入して聴く人が2013年度は 44.5%。ところが、2015年度は32.9%。これも激変ですね。そして、2013年度無料聴取っていうのがありますね。無料聴取とは無料だったら曲を聴く人。この人が 19.1%。そして2015年度は 13.2%。これもですね、6% ほど減っています。次は無関心。まあ、無料とか、で、無料でですね、なおかつ知ってる曲だったら来ますよっていうのが2013年度が19%。で、2015年度が 19.3%。これはほぼ変わっていません。で、問題はここなんですね。無関心。要は曲を聴かない。もう音楽が聴かないよっていうのが2013年度が 17.4%。2015年度がなんと 34.6%。倍に増えてるってことなんですね。これは確実にですね、音楽へ対価を支払う層が減って、もうすでに知ってる曲のみを聴きまます。音楽そのものに無関心の人が増えているそうです。つまり、有料音楽離れだけではなく、もうすでに音楽離れが進んでいるということです。車と同じ現象です。時代は刻一刻と変化しています。その情報をキャッチしているでしょうか？
肌で感じているでしょうか。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。